久保さんやっぱり1点突破が最強なんじゃないですかね。まあでも1点突破、うーん、まあこれ僕の事例なんですけど、まあ中学校ですよね。あの本当に学校も行かなかったし、最後の方とか、もう全国大会出るのにもう1点フォーカスして、もうだから深夜2時とかまで練習やったりとかしてましたからね、学校行かず。<laughs> ってねなんか その卓球場で、まあクラブ行ってたんですけど、そのクラブの卓球場貸してもらって、こう、深夜までやってたりとかしてたんですけど、なんか警察が来て、最後スマちょっと苦情入りまして、スマッシュで終わって、いいですかみたいなん、ね、で、警察来たんですよね。めちゃくちゃやってましたね。うん、まあ全国大会全中、うー出るためにね。うん。まあ、シングル出れましたけど、まあ全中出たんだけど、まあ一,一発負けでしたけど。<laughs> <laughs> まあそれぐらいやったんですけどまあやったおかげで、まあ、僕は学校行ってなかったし、まあ、ほとんどずる休みして寝てたんですよだからその深夜2時までやって朝,朝7時とか6時に起きて学校行くのは無理なんで爆睡 <laughs> すよねで 5, 5時ぐらいになってまあクラブが始まるんですけど寝てクラブ行って。 でクラブの練習を、一般の,そのみんなとクラブの練習終わった後、自主練して、自主練して、まあ深夜までやるみたいなね。中学校の時もやってたんですけど。で、まあ、そう、で、まあ、成績はね、オール1ですよ。本当に。マジで。まあ、学校も行ってないし、行っても寝た、寝てたりとかしてたんで。で、まあ、みんな高校受験するじゃないですか。で、一生懸命勉強してたんですけど、僕一切してないですよね。だけど、あの、みんなごめん、みたいなね。当時、覚えてますけど、 泣いてもらっっちゃったみたいなみんなごめんみたいなだって成績オール1の男がでしょ学校行ってなくて勉強してないやつがみんな一生懸命頑張ってるわけですよだけど一番クラスで一番最初に泣いてもらうっていうね <laughs> 青森行ってくるぜみたいなね<う>でまあまあ高校、まあ、そんな感じで大学もね本当は大学も、まあ、うち貧乏だったんで まあ、高校卒業したら、まあ、就職する予定で探してたんですけど、まあ、電話かかってきて、ちょ、タった来ないかみたいな。で、誘われて、で、まあ、その、誘われた人に、まあ、うちお金ないですっていう相談して、じゃあ何とかしてあるっつって、特待ですよね。授業料免除で特待で推薦で入って。そ、ここまではいいんですよ。ね。ここまではシンデレラストーリーというかね、よかったけど、まあ、就職活動マジ、まあ、即死ですね。即死。 いや、ほんとね、就活の時にね、君バイトでも採用難しいよとかね。よくこれで就職活動してるねって言われたことないですよね。そりゃそうですよね。筆記試験やったらもう、だって、10点以下とかなんで、普通ありえないですよね。<laughs> 筆記試験とか、まあ、その、会社によってあったりするじゃないですか。僕10点以下なんで。よくこれで就活してるね、みたいな。感じもろくに書けないし。<laughs> 言われましたボロクソですよね。 バイトでも取るの難しいよって言われましたからね。ボロクソですよ。ボロクソ。ボロクソでしたね。だから一点突破した結果、まあ大学まではね、まあ行けたけども、その後地獄でしたね。<laughs> だけどその後ネットビジネスに一点突破したおかげで今の人生があります。だから何に一点突破するのかっていうのはちょっと大、すげえ大事ですね。うーん、これがね、すごく僕は大事だな。だから堀江さんとか三木谷さんもそうなんですけど、 ネットが出た時に、あ、これだと。全部捨ててでもね。だから三木谷社長も、楽天作った三木谷社長も、結構ね、大学も、なんかすげえいいとこの大学出てたんだけど、全部捨ててね。あと孫さんとかも全部捨てて、もう、ネットだみたいな。ですよ。だから、何に一点突破するのかっていうのが、本当に人生を大きく変えると思います。うーん。これ大事ですね。一点突破。 は大事一点突破は大事だが何に一点突破するのかが、まあ、人生を大きく変えてしまうとだからそれは予測するべきですよね僕はあの頭良くはなかったけれどもバンって稲妻が走ったのはやっぱねもうこれ何度も結構言ったりするんですけどあの島田紳介さんがやってたお金持ちのバリバリバリューっていうね本当に10何15年前ですかバリバリバリューっていうお金持ちを取り上げる番組でサラリーマンってね サラリーマンで副業で3000万稼ぐ男が出てて、何やねんみたいな。まあ、携帯アフリエイトなんですよね。着メロルサイト運営して。で、なんか電動カーテンみたいな。で、当時15年前薄型テレビなんかはみんな持ってないわけですよ。だけど、超でかい薄型テレビで、あのー、なんか、スピーカーってかいので、電動カーテンみたいな。あの、副業で3000万ありますみたいな。えー、みたいな。で、僕はもうその時確信しましたね。も、ま、う、あ、絶対ネットしかないと。これからはネットだと。 まあ、携帯も、まあ、昔は単音、和音、16和音、32和音、256色、この歴史を見てきて、ね、携帯の柄系の進化を見てきて、で、最後、ね、なんか、ワンセグ携帯みたいなね、シャープのパカみたいなね、とか出てきたりとか、まあ、そういうふうな、それは多分ね、ワンセグ携帯は高校の時だったと思うんですけど、なんか、それで、なんか時代の進化を見てきたわけなんで、まあ、これ絶対今後もすごいことになるぞと。 で、今現状としてもね、携帯アフリエイトで3000万いってる人が世の中にはいるんだと。だからこの規模は多分今後のインターネットはやっぱすごくなるって僕は思ったんで、まあその番組がきっかけでなんかネットだと思いましたけどね。ただネットで何していいかわかんなかったですけど。わかんなかったけどネットしかねえと思いましたね。うん。だからその稲妻が走ったというかこれだと。で、それがたまたまラッキーだったですね。外れてなかったっていうね。もしそれが外れてたら今ないと思いますけどね。 で、あなたがこれからどういう風なところで、バーっとこれだっていうところで、稲妻が落ちて一点突破できるかっていうのが、多分人生を大きく変えられる一つのフレームかなと思いますけどね。いってらっしゃい。